抜け殻つくつく帽子は、カメムシもクヨコバイアもセミカに分類されるセミの一種。バンカから初秋に発生するセミで、特徴的な鳴き声を持つ。つくつく帽子、オオシンツクと呼ばれることもある。成虫の体長は30ミリメートル前後で、オスの方が腹部が長い分メスより大きい。頭部と前胸部は緑色で、後胸部の中央にも W 字型の緑の模様があるが、他の五胸部と腹部は、 黒色が多い。また、オスの腹側の腹弁は、大きく、縦長の三角形をしている。外見はヒメハルゼミやヒグラシに似るが、頭部の横幅が広く、腹弁が大きいことで区別がつく。抜け殻は小型で前後に細長く、光沢がない淡かし色をしている。北海道から、都から列島、横あたり島までの日本列島、日本以外では、朝鮮半島、中国、 台湾まで東アジアに広く分布する。平地から山地まで森林に幅広く生息する。地域によっては市街地でも比較的普通に発生するが、基本的には日暮らしと同じく森林性であり、薄暗い森の中や低山帯で多くの鳴き声が聞かれる。この発生傾向は韓国や中国でも同様である。成虫は特に好む樹種はなく、しだれ柳。 ヒノキ、クヌギ、カキ、アカメガシワなどいろいろな木に止まる。警戒心が強く動きも素早く、クマゼミやアブラゼミに比べて捕獲が難しい。成虫は7月から発生するが、この頃はまだ数が少なく、鳴き声も他のセミにかき消されて目立たない。しかし他のセミが少なくなる8月下旬から9月上旬頃には、鳴き声が際立つようになる。9月下旬にはさすがに、 数が少なくなるが、九州などの西南日本では10月上旬に鳴き声が聞かれることがある。なお、口日のように、八丈島や岡山、長崎では7月上旬から鳴き始めることが知られている。つくつく帽子は、アブラゼミやニーニーゼミと比べて、冬の寒さに弱いので、元来北日本では、川沿いのしだれやなぎ並木など、局地的にしか分布していなかった。しかし近年、 森岡や仙台においてこのセミが増えつつある。特に森岡では、油ゼミが激減しているが、つくつく帽子は逆に増えている。これは、気候変動が原因と考えられるが、生態学的に優位な立場にある油ゼミの数が減ったことで、つくつく帽子が繁殖しやすくなったという原因もある。なお、青森市や八戸市でも油ゼミが激減しているが、 森岡や仙台と異なり今のところつくつく帽子が増加する兆候はない。これは森岡などと異なり成果でもあまり暑くならない青森県の気候が原因と考えられている。本種は本来北海道には生息しないとされてきたが近年進出資格地で鳴き声が聞かれるようになった。種の違う民民ゼミなどと同様である。八丈島では セミはほぼつくつく帽子一種しか生息しておらず、一夏中ずっと鳴いており、個体数も非常に多い。八丈島はつくつく帽子の楽園である。八丈島では7月上旬、津島でも夏の初めから現れる。その一方で本土では岡山市や長崎市など特定の地域を除くと夏の終わりを象徴する昆虫とされている。 捉え方を変えればアブラゼミなど他の大型のセミが数を減らしてから個体数が増すということである。以上のことから、ツクツク帽子はアブラゼミなどとは時期的な住み分けをしていると推察される。岡山、長崎などでのツクツク帽子の葉や鳴きについては現在原因を解明中である。気候だけでなく、上述のように多種のセミとの関係,関係も関わっている可能性が大きい。 つくつく帽子は東京などでは一般に万華のセミとされており、実際にそうなっているが、本来このセミはむしろ夏の初めから現れるセミとしての性格が強い。東京でも夏の初めにつくつく帽子の声を聞く機会が少しずつ増えてきている。こうした傾向の原因が地球温暖化にあるのかどうかは不明である。オスは、 午後の日が傾き始めた頃から日没後くらいまで泣くが、泣き声は特徴的で和名もこの泣き声の聞きなしに由来する。泣き声は、G, つくつくつく、帽子、つくつく帽子、と始まる。最初の、帽子、が聞き取りやすいためが、図鑑によっては泣き声を、帽子つくつく、と誤った表記をすることもある。以後、つくつく帽子。 を十数回ほど繰り返しながらだんだん速度が速くなり、ウィオース、などと表現される泣き方を数回繰り返した後に、最後に、ジー、と泣き終わる。また、一匹のオスが泣いている近くにまだオスがいた場合、それらのオスが泣き声に呼応するように、ジー、と繰り返し声を上げる。合唱のようにも聞こえるが、これは泣き声を妨害しているという説がある。 大陸産のつくつく帽子の鳴き声は日本産のものと比べて少し異なる。またミンミンゼミも同じくやや異なっている。このセミの中には時々まったような声で鳴く個体が散見される。具体的には帽子の部分がかなりしわがれた声に聞こえるというものである。この時の鳴き声は同じ、つくつく帽子族の黒岩つくつくや岩崎ゼミの声にも似ており、 鳴き声におけるつくつく帽子族の共通性を実感できる。ちなみに、つくつく帽子が普通に鳴いている時の声は、黒岩つくつくなどとは似ても似つかぬものである。南西諸島と小笠原諸島には、つくつく帽子に近縁の固有種が知られる。どれもつくつく帽子によく似た形態だが、鳴き声はそれぞれ異なる。また、これらは熱帯、亜熱帯に分布しているためか、 11月や12月でも、まだ鳴き声が聞こえることがある。黒岩つくつく名無な黒岩へつくつく帽子よりもさらに、オスの腹弁が大きい。大隅半島南部から沖縄本島まで分布するが、与論島には分布しない。また、イブスキ市や鹿児島市からの記録もある。千葉県房総半島の一部の地域でも、樹木の移入によりこのセミが生息している。 成虫は7月から11月まで発生する。オスの鳴き声は、ジジジジに、数秒ごとに、ゲゲという短い声が2回入る。鳴く、時間帯は主に午前中で、つくつく防止とは異なる。名前は、沖縄の生物研究で功績を残した、黒岩久さしに対する懸命である。近年は、沖縄本島において激減しており、 北部の低山帯に行かないとまとまった声を聞けなくなった。しかし薬島や奄美大島では現在でもごく普通のセミで市街地の乾燥したところにも多い。薬島の市街地にはクマゼミも普通にいて2種のセミはほぼ入れ替わるようにして発生する。これはクマゼミとミンミンゼミが共に生息する地域における両種のセミの発生パターンと似ている。つまり、 両ともに発生活動は午前中に行うため、時期的な住み分けをせざるを得ないということである。またこのセミは、生息する島によって、鳴き声が少しずつ異なっており、遺伝的な違いが見られる。これをもって、黒岩ツクツクは、かつて様々な種類に分けられていたが、現在は統一されている。大島ゼミエムオシメンシスツクツク帽子よりもやや大きく、オスの腹弁が長く、 先端部が黒い。奄美大島、受島、徳之島、沖縄本島、久米島に分布し、名前は奄美大島に由来する。成虫は8月下旬から11月まで発生する。オスの鳴き声は、ジジジジ,ジの合間に、カン、という勘高い声が入る。近年沖縄本島では、黒岩つくつくに変わって少しずつ数が増えているとも、言われる。民民ゼミや、日暮し、 エゾハルゼミと同じく森林性のセミである。岩崎ゼミ M ム岩崎入表島、石垣島、台湾に分布する。成虫は7月下旬から12月下旬まで発生する。オスの鳴き声はジジジジジと鳴き始め、声を大きくしながら、ハルゼミに似たジジジジを十数回繰り返しジジジジジとシリスボムに鳴き終わる。名前は 八重山諸島の自然を研究した岩崎拓南寺に対する県名となっている。石垣島、西表島では熊ゼミに次いで普通のセミだが、市街地ではかなり珍しい。森林や山の中ではごく普通に生息している。小笠原ゼミ m 5に年室名前通り、小笠原諸島の父島、母島、弟島に分布するが、黒岩つくつくに似るため、 南西諸島から移入されたのではないかとする説もある。成虫は5月から12月まで発生する。小笠原の固有種として1970年に天然記念物に指定されたが、外来種として侵入したグリーンアノールに捕食され、個体数が激減している。ありがとうございます。